皆さんこんばんは。こんばんは。東京倉庫がお送りしますコメント返信のお時間です。いつもどうもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでチンコも加入した東京倉庫ですが、今週も早速コメント返信していきたいと思います。はい、東京倉庫のメイキング。はい、東京倉庫メイキングにいただいたコメントです。ありがとうございます。関さんから、矢吹くん、リアルな安室世代としては似てるとは、見せてもらおうか、東京倉庫の矢吹くんの性能とやらをということで、振りが来ております。なんかやって。はい、もう一回安室のやって。安室の声でじゃあおかしなことを言うっていうのはどうでしょうか。はぁ、ダメだって母さん、母さん。え、謹慎そうか。東京倉庫物語にいただいたコメントです。食い倒れ難儀さん、山本氏の心の叫びになる時だけ方言が出てくる点がすごくリアルっす。ヤマピーはあれよね、チンチンと喋る時はいつも方言だよね。そうですよ、もうタメ口なったらもう方言になってしまう。っていうか、そもそもなんでチンコなのかっていう、うん、なんでですか。チンコじゃね、金玉。何勝手に変えてるの。私がフォルムが似てるって思いと思ってるからつい出ちゃったんだ。これフォルム似てる？あなたの知ってるチンコはこんな先細りなの。我々のはもっとね、先でポーンとくるからね。昨日こんなこの松茸のようなねフォルムをしてますが、だからあんまりセックスが好きじゃないのかもしれないね。いいチンコに当たってないのかな。なるほど。なんで私がこんな責められなくちゃいけないの、この状況。これ見てチンコと思わないもんね。え、なんかほら、こういう感じ。私みんなこういう感じ。じゃあ、パイリンガールにいただいた、いきましょうか。いまだ、まだ来てないですね。まだ来てないです、クレーム。クレーム的なものは。俺もう3日に1回ぐらい。バイリンガール地下、じゃバイリンガール地下、偽物で検索してなんかね、最近石バンマンで股間のパトリオットミサイル、うん、コメントからいただいて、はい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 、やってるじゃないですか、はい、それみたいな感じでね、うん、国にもどんどん案いただければ、うん、ああそうですね、それぐらい今野生が枯渇してるんです。ぜひ案をいただきたいです。もうそんな感じで安江さんがすごい苦しんでる中出したのが斉藤亮吾がホワイトボードになるっていう円周率の組みですね。だいぶカオスな感じでした。これはね、何だったんだろう。これは結構、何だったんだ。何を見させられたんだ。この顔で出てきたんだけど。これね、皆さんすっぴんだ、すっぴんだっておっしゃるんですけど、別にすっぴんではないんですよ、ちゃんと。すっぴんよりもひどいっていう。何なんですか、これは。顔もホワイトボードにしたんですよ。それは分からない。そう、どうメイクしたんですか。白いのも塗ったんですか。これ、眉毛を全部塗りつぶして、唇も塗りつぶして、まつ毛も白く塗ったんですよ。次のメイキングあたりで出てくると思うけど、その顔でヤマピーにすごい迫ったんですよ。めちゃくちゃ怖い。ヤマピー、ドン引きじゃない。スケキヨみたいな。りょうこさんが着たこの T シャツ、このデザインで今やりの YouTuber ブランドで売りましょう。滝町社長、ご決断。あ、売れないんじゃないですか。売るというか、普通に差し上げますけど。はい、言っていただければ。のぶぞうさん、のぶぞうさん、確かタイご在住だったんで、着払いでよければ送ります。そこは着払い。そこはね、そこはそうなりますよね。あ、これじゃあこれいきましょうか。これですよ。東京倉庫メイキングにいただいた、荻野さんっていうのかな。荻野さん、いつもありがとうございます。あれ、模様替えしましたか。壁の東京倉庫がかわいい。5分43秒の山本氏の表情は傑作です。これ、あれ見ましたか。なんすかあれ。マジで何しとるんやろうなって思いながらこう見てたんですけど、あの角度でちょっとやって。怖い怖い。何を見てきたらそういうの。本当に、本当にですね。もう私本当に今年一番の大爆笑ぐらい。次、おっぱい連想ゲーム。
杉山明久さん、いつもありがとうございます。エロ連想ゲームですか、涼子さんの前歯が綺麗になって安心しました。ご存知の方はご存知かもしれませんが、はい、現在斉藤の前歯が一部破損しております。カリバです。あれは何だったんでしょうかね。びっくりしました。さすがにね、びっくりしました。朝こう、まあその日撮影だったんですけど、朝7時ぐらいの早い撮影で、はい、パッとこうメールが来たの見たら前歯が折れました。どういうことだったの。で、前もなんか怪我したみたいな連絡が来た時は、そうそうそう、いい社長ぶって売ろうと思って大丈夫かってこうすぐ送ったっていう経緯はあったんです。今回はマジで心配。そうですね。何があったんですか。自転車に乗ってて、で、まあ、その日雨だったんですけどね、地面が濡れてまして、思いっきりカッてカーブした時にそのままグワーッて行って、このままこう行ったんですね。したら私前歯出っ歯なんで、鼻とか負傷しなかったのに、鼻は痛くなかった、うん、あ、そう、歯で行っちゃって、歯から行ったんです。そうで、えっ、あれと思って顔上げたら、ここからパパパパ出社してドア開けたら、歯がなかったっていうね。あ、まあ、来てからの絵は完全にギャグです。そうですね、もう、そうですね。完全にそれ、その後撮影してる時に細かい作業を集中してる時の顔を僕だけさ、あの影から見せたんですけど、完全になんかネギ剥いてるババアです。Facebook にも載ってると思うんで、はい、ぜひ見てみてください。この愛おしい写真。あれ人気なんですよ、あの写真が。なんか、いや、あれは可愛いですよ。なんか人気でしょ。だからやっぱそっちの美人なんだよ。うっそ、そうやって言うけど、分かってんの、歯が長すぎたんだよ今まで。多分ね、そういうことなんだよ、ね、それもあるんじゃない、うん、だからちょっと美人に見える。半分ぐらいでちょうどよかった。ちょうどよかった、歯が長すぎた。だからその撮影したものなんですけど、まあ、新シリーズというか期間限定で1ヶ月ぐらいにわたってお送りする、ちょっとおっぱいは使ったじゃないですか、創生作品が、まあ、結構うん十万ぐらいかかってる、うん、壮大なちょっとおっぱい実験映像を作りましたので、これあさって、あさって、そうですね、あさって。これはね、これ僕はね、これうまくいけば1000万ぐらいいくんじゃない。いやー、結構な衝撃ですよね。うん、敷居低い。あれ、僕が好きなものですから、はい、私たちなりのおっぱいの解釈をしてみましたという、楽しみにしてみてください。はい、はい、さあ、ということで今週も皆さんコメントをいただきありがとうございました。ありがとうございました、はい、また1週間ぜひ東京倉庫チャンネル応援よろしくお願いします。お願いします。おやすみなさーい。